キャベツはさ、こうやってさ、キュアビもさ、バージョンアップしてかっこよくなってるね。おねだい、痛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 い、もうつぼ、つぼー、えだ、あー、やめて、あー、やめて、やめて、こっちこっち、これだ、キャビー、わらー、抜け抜け、あー、よし、アイテムゲット、アイテムゲッツ、ちょ、こっち来ないで、おぶれ、おぶれ、あー、お、これ、これ、これ欲しい、おい、おい、おら、おら、おら、おさー、おおおあんたに助けていただくとはお詫びのしようもありまへん。東条も近江も関係ありません。まあな、あんなグレてる息子だったらな。お、大吾、大吾、しっかりし、しっかりしろよ。キリさん、ボクボクやん。ただもんじゃねえ。大吾、勝負はまだついとらんやろが。大吾、まあ龍二君相手じゃな。お前は合田会長を連れて東条会へ行け。そいつとの蹴りは俺が。今合田会長が東条会と杯を交わす方が先決だ。それにその体じゃ何もできないだろ。ここで死なすわけにはいかない。けどこのままじゃ。ここは俺の言う通りにしろ。そうだ、言うこと聞け。わかった。敵は取ってやるからよ。やっと二人きりになれたの。会長は東条会が預かるこの杯に絶対に邪魔はさせねえ。まあ、ここまで来たからにはね。あんたを倒して奪い返しゃええだけの話。言いますね。ああ、本物の竜はどっちか決着つけやないか。そんなにこだわることか、本物の竜って。ここがあんたの墓場や。合田龍二、いや、かっこいいよね、龍二くんも。やっぱこれ男性人気がさ、すごいのもわかるね。ちょ、待て待て、あれなのかな、龍二くんは柴田と一緒で結構パワー系のような気がするよね。ちょっと待って、これ解放できるかな。あ、できるっぽい。いてて、いてて、いてて、どうの、うん、うん、距離取った方がいい、距離。あぶらあぶら、あー、距離取らないとダメだな、距離。うわー、おい、ほら、ほら、あぶら、おい、飛んでけ。そしたらこれも使うか、これ使うか。あ、いやいや、あぶら、ほら、おい、おい、あー、おい、リーチ長くない、ゴーダくん。ゴーダリーチくん、リーチ長くないっすか。ほい、ちょ、タオリナなんだっけ。キャビー、おいしょ、決まった。うらー、どうなりゅうじくん、聞いたろ。離せ、離せ、あ、離せ、あ、やめて、やめて、やめて、あぶらあぶら、おお、あ、待って、あ、カメラアングル、カメラアングル、あぶらあぶら、アングルが、ほい、ほい、おら、うー、キャミー、このさ、キャミーもさ、やっぱあれだね、回
数をさ同じ極めだとさ威力が危ない、危ないぜ。打ちのめしたる。ほら、あーし、あ、なに、危ない、怖い、怖い、危ない、うわ、かっこいいね。でも待って、今失敗したよね、今失敗しちゃったよね。ごめんね、キレイさん、危ない。カメラアングルさ、これさどっちがいいのかな。おい、やべえ、あ、ほら、ほら、暗いね、おい、カメラアングル、これさ自動の方がいいのかも、すごい迷ったね。勝負は終わっとらんわ。どうだ、リュウジ君。俺は対等じゃねえ勝負は嫌いなんだ。何やと。お前はダイゴとやり合った。あいつは強い。まともな状態じゃねえはずだ。どっちかが死ぬまで勝負は終わらへんわ。あ、警察？クソが。覚えとけ。勝負はまだ終わっとらんで。あ、ケイさん捕まっちゃう、また。あ、カオルちゃんだ。本部内の全員連行や。はいはい。あ、キリュウさんが。キリュウカズマさんですね。そうだ。府警四課の佐山カオルです。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。傷害だと？第4章を見せてんの。あ、伊達さん。ああ、悪かったな。かな、あの、失礼ですが、伊達刑事ですか？だよね。まあ、そうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。お、伊達さんにファンがついてるよ。どういうことだ？1年前の事件で、本庁の命令も聞かずに単独捜査。ついには、あの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって、噂有名なんですよ。ちょっと待て。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに変な噂が立ってるんだな。今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、
辞表をカムロ署署長に投げつけた後、一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。伝説の刑事。ん？カムロ町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった提案に憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務なら、もっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原、あんたどうしてここに？知らなかったか。俺は今公安所属のデカなんだ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになってる。あ、そういう、まあな、過去があったのか。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前スゾーに呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。地下3階か。随分とおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室。警視庁は風の間ってやつか。なあ。不祥事の間とも言われてた。ストー、久しぶりに見たな。おう、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ。紹介します。こちら、公安部外事二課課長の倉橋警視正です。倉橋歩？伊達さんの噂は金々。倉橋です。公安二課？どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ、こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです、予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ？あ、龍二君。五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田龍二という男です。合田龍二。寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。あ、もうみんなには分かってるのか。この男がどうした？実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとくが、わしとあんたら仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。盗聴されてたのか。期待していてくれ。この関西弁の男が合田龍二本人と思われます。なるほど。じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか？そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？カズキ？こいつは。
そうです。スターダストの伊達さんもよくご存知の男です。だよね。カムロ町でスターダストというホストクラブを経営する男。なんでカズキが？源氏名カズキです。どうしてカズキを？実は半年ほど前、一度だけ郷田龍二がカムロ町にやってきたことがありまして、その時接触したのがカズキなんです。そうなんだ。だがそれだけで。それだけじゃないんです。彼にはカズキという名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなくカズキに近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。まさかのカズキが。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ、伊達さん。あ、キリュウさん、また捕まっちゃってる。俺だけどこへ連れてくんだ。おい、聞いてんのか。ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ。傷害罪は表向きの口実。お？あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。もうめっちゃ狙われてるよ。伏せろ。誰だったの？どこを撃たれた？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？蒼天堀。蒼天堀か。蒼天堀にある葵っていうスナックへ。あ、カオルちゃんが。スナック葵と言っていたな。店を探さなければ。え、どこにあるんだよ。スナック葵を探せ。そんなスナックあった。あ、この矢印でついていけばいいのかな。矢印がね。あ、急げ急げ。葵ちゃん、葵ちゃんじゃない、カオルちゃんが。こっちじゃないか。あー、まさかさ、あんな風に撃たれるとは思ってなかった。急げ急げ、キリュウさん。急ぐぞ急ぐぞ。こっちか。ここ？これか。佐山の言っていたスナックはここか。馴染みの店なのかね、カオルちゃんの。あんた誰や？キリュウという者だが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがって、ほんまに。そんなようなことしたかてな。払えんもんは払えんよ。え、違うんですよ。あんた、みかじめ取りなんちゃうん。まあ見た目は佐山薫って女、知ってるな。薫がどないしたん？怪我をしてる。どこにおるんや？車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。あ、ママさん、薫ちゃんと知り合いなのかもね。佐山の、まず車へ戻る。あ、ねえ、車に戻って、これカオルちゃんを連れてくればいいのかな。こっちか。急げー。心配だからね。あの車に急げ急げ。カオルちゃんが。カオルちゃん大丈夫？大丈夫？あ、待って、待って。こっちだこっち。カオルちゃん痛そう。助けるぞ。調べる。急いで佐山をスナック青に運べ。ダッシュ中に人とぶつかる。あ、これか。体力がなくなる前に。大丈夫かな。
途中にいる世話好きの蒼天堀の住人の視界に入ると無駄話を聞かされ、時間を留守してしまいます。彼らに気をつけつつ急いで狭山を運んでください。世話好きなんてどうやって分かるの。急いで急いで、急がなければ、急げ急げ。あ、こっち行けない、こっちじゃない、こっちだ、こっち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 、待って、あ、場所がこっち、間違えちゃった、こっち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 、急げ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 、変われちゃう体力が、急ぐぞ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 、こっちだ、こっち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 、間に合った間に合った間に合った、あ、危ない、あ、出血が、あ、急げ急げ、あ、よかったよかった、おい連れてきたぞ、どうすればいい、こっちに寝かせて。今は治療している、店にいても邪魔になるだけだな。だね、狭山のことは任せて、また後で店に戻ろう。あー、心配だね。ちゃんとさ、治療してね、傷がさ、残らないようにしてもらいたいね。したら治療が終わるまでプラプラしてよっかな。とりあえず病院案内所入るか。あ、入れない入れないよ。なんかカオルちゃんはさ、目的がありそうだね。ご飯食べてこうかな。スマイルスマイル、はい、いただきます。気に入ったぜ。おいおい、スマイル脅せた。おーし、さ、行くか。ごちそうさまでした。おーし、どこプラプラしようかな。これは入れるのかな。これは入れないか。何見とんねん。見る。ちょちょ待てや、こらなんだ。おい、お前今触ってやろ。お、おい、ヒロト落ち着けや。うっさいわ、おい、お前俺の愛するキャシュリ触ってやろ。あー、触ってやろが。おいおいおい、こっちの話も聞かないで勝手に話進めやがって。高級車触ったキャシー誰だ。お、キャシー誰のことだ。あー、とぼけるんやないぞ。俺が8時間かけて磨いたこの愛車で決まってるやろ。それともこの見事なバディの良さがわからんのか。8時間。それ、昔はあまり洗車とかってなかったのかな。それとも傷がつくからわざわざさ、自分で磨いてるってことかな。ああ、お前に傷つけられてキャシーが泣いてるわ。悲しむ声が聞こえてくる。なになに、悲しいよヒロト君。いや、どくんそおいおい、大丈夫かヒロト、心配だぞ。ほら、キリュウさんもう呆れてるよ。おめえやっちまったな。キャシーの心を傷つけた罪償ってもらうわ。カズ、お前も手伝え。お、ちょ待て、ここで暴れたら車が傷もんになるで。うるせえ、キャシーには俺が指一本触れさせんわ。もうキャシーだかなんだかよくわかんないけどさ、なんでもいいよ。うん、ほい、おっしゃ。救急車呼んでや、救急車。てめえが勝手に因縁つけるからこんなことになるんや。すまねえ兄さん、あんた強いな。こいつは車のことになると手がつけられないんや。いいんですよいいんですよ。うー、いて、これは迷惑料です、受け取ってください。あ、2枚割れちゃったよ。お前も大変だな、そいつにはよく言っておけよ。じゃあな。おい、お前も懲りただろ、これから少しは。え、ヒロト君かっこ悪い、もっと頑張って。ダード、ごめんな、キャシー。そのうちさ、こいつさ、車とセックスとかしだしそうだな。車が恋人とか言い始めてね。いい加減にしやがれ。おーし、お、出る。俺だ、ダイゴだ。お、ダイゴ、会長はどうなった。ああ、そっちの様子は。まあ、とりあえず問題はない。あ、よかった、合田会長も一緒だ。今車で神室町に向かってる。そうか、お前体の方は大丈夫か。
なんとかな。あんたほどじゃないが、俺も丈夫な方だからな。わかった。とにかく杯の件頼んだぞ。ああ、わかっている。それじゃあ。よかったよかった。大吾は無事か。大吾も結構ボコボコにやられてたもんね。したら、ちょっと夜の装丁盛りよ。楽しむか。はいはい。なんかサブストのマーク出てるぞ。やってくか。誰だ？なんだ？ぶつかる！お、ぶつかっちゃった。なあ。おっと、兄ちゃんすまんの。怪我はないか？めちゃくちゃ派手じゃない？両手にさ、ギャルを連れて歩いてる。こんなおじいちゃん見たことないよ。金松茂。ああ。ここはせっかくならさ、老人を気遣ってあげようかな。あんたこそ大丈夫か？あんたこそ大丈夫か？なんや、わしら心配してくれるんか。顔に似合うぜ、優しい兄ちゃんやな。これは、どっちんや、取っといてや。10万円うえ！まさかの10万円割れちゃったよ。いや、こんな金、急に受け取れるわけないだろ。ええからええから、わしからぶつかった車両と思って持ってってくれや。すごいかっこいい。さすがだわな。わしの顔を立てると思って取っとき。わしは金松茂いうもんや。あんた名前は桐生だ。桐生藩か。もし骨折れとったら何もでも言ってくれや。いくらでも払ってるさかいな。ほな、ねえねえ、これからどこ行くの？せやな。なんや、バーチャルファイターしたい気分やわ。ゲームセンターにでも行こうか。意外と最近のさ、ゲームとかするんだな、金松さん。わしに勝てたらお小遣いあげるで。キャー、行く行く。随分と幅に良さそうなじいさんだな。ねえ、まさか10万円もらえると思ってなかったよ。びっくりした。これ金松に会いに行けばいいの？金松に会いに行くか。せっかくだからね。お？リル。私や。あ、さっきのママさんだ。なんだ、あんたか。あいつの容態はどうだ？なんとか落ち着いたみたいやわ。薬が効いたおかげで今はよう寝とるわ。そうか。ところであんた、悪いけど替えの包帯を買ってきてくれへん？ちょっと切らしてもうたみたいでな。替えの包帯か。わかった、買っておく。すまんけどよろしく頼むで。ほな、したら金松んとこに行ったら包帯買いに行くかな。とりあえずはさ、無事みたいだからよかったね。もうここのセガか。いるかな。どれどれ、あれ、いる。あ、いた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 。わー、金松。話す。キリュウさん。あー、キリュウはやないか。毎度もかってまっか。この前はどうも。お、あー、あんたはこの間の10万円くれたおじいちゃん。金松や、兄ちゃんもゲーム好きなんか。わし、バーチャファイターめっちゃ好きやねん。ほう、そうなのか。ただこれに負けるのが大嫌いでな。いや、今日だけで30万つぎ込んでるやんで。どれだけそんなにハマってるやんか、金松さん。30万言うてもわしんちでは玄関が暗い時に燃やして照らす程度のもんやけどな。おいおい、どんだけ VIP なんだよ。そいつ明るくなりそうだな。せやろ。そや、あんたわしと勝負せえへんか。わしが負けたら1万円払うとるわ。そこの店のバーチャファイター21のノーマルでわしのクリアステージ記録3連勝超えたらあんたの勝ちでいいね。どや、まあ、せっかくなら勝負するか。いいぜ、やるか。よっしゃ、負けへんで。バーチャファイター初めてだからな、ちゃんとできるかな。セガーで、これあ、キャラクターとかやべえのかな。したらどのキャラクターがいいかな。昔のさ、グラフィックはこんな感じだったんだね。これさ、めっちゃリュウみたいだな。アキラだけど。パイ。したらパイパイでいいか。パイパイ選ぶぜ。ほい。お、待て待て。え、どうやんの。ほい、おい、ほい、ほい、おい、ほ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 い。勝ちた。必殺技とかあんのかな、これ。これはパンチか。パンチパンチ。おいおいおい、おらら、はた、たたた、おしゃー、いいねいいね。おいらー、パイパイ強いな。おしゃー、とりあえず3連勝かな、これで。ふっ、俺の勝ちだな。
あんた設定プレイヤーも知らんのかい。うん、はあ、ここはわしに花ぶたすとこやろ。わしこのゲームめっちゃ好き言うてん。俺はあんたがこのゲーム好きだと言ったから本気出したんだぜ。あ、どういうことや。あんたは自分の好きなゲームで相手に手加減されて嬉しいか。俺だったらそんなことをされた方がバカにされたと思って頭に来ちまうがな。なるほど、確かにその通りやな。お情けて勝ってもそれは本物の勝ちはないわ。すまんかったな、キリハ。これはわしの勉強代や。もらってくれ。10万円またもらったよ。せや、わしこれからちょっと用事があるやった。えらい長い人もたわ。ほなな、キリハ、また遊んでや。ああ、またな。おおおお、おっちゃん急に消えちゃったよ。金松もういなくなったのかな。ああ、まだいるのか。ここにちょっと会ってみるか。おお、金松いたぞ。おい、どうかしたのか。キリュウさん。ああ、キリュウはんやないか。こいつが貸した金さっぱり返そうとしないや。もう少しだけ待ってください。入金さえされたらまとまった金が本物です。今は子供の教育費も払えん状況でして。やくましいわ。お前とこの家庭の事情なんてわしには関係あらへんのや。さては金松、金融屋かなんかか。はぁ、とっとと耳揃えて返せかい。金松、ずいぶんと手荒な取り立てをするんだな。ま、せっかくなら助けてやるか。キリュウさんのことだしね。仕方ねえ、助け船を出してやるか。シノゴの言わんと早く金を。おい、なあ、あんた、こいつももう少ししたら払えると言っているんだ。待ってやれねえのか。キリュウハン、どうか頼ます。 お願いします。明日になったらちゃんと持ってきますんで。ふん、まあええわ。ほんなら今日だけは見逃したる。せやけど、もしこいつが逃げよったらキリュウハンから取りさせてもらうで。お、何、あんたが口を出してきたんや。それくらいの覚悟があったんやろ。このままこいつに逃げられてしまいやったらかなわんしな。に、逃げたりなんかしまへん。必ず返しに来ます。ほんとか、こいつ怪しすぎないか。仕方ねえな、決まりやな。あんた、もうすぐ金入ってくる言うとったな。せやったらまた後でここに集合や。そん時にきっちり金返してもらうで。ほな。わあ、とんでもねえことになっちゃったよ。あ、ありがとうございました。わし武田言います。ほんまに今日しかダメや言われたら身投げしよう思ってましたんや。何、あの金持ちいう男ほんまひどいんです。悩むわ。うちは小さい工事やってるんですが、最近はなかなか厳しくて銀行も融資してくれんのですわ。それで金持ちから50万円借りたんやが、それがすぐに300円になってしまった。50万が300万円に。はい。せや、支払い期限切れた瞬間に脅して、その借金を自分の関連会社に借りさせ、雪だるま式に利子増やしていきおるんや。おいおい、金松、そんなことしてたんか。そんなこと、せやけどまだうちの工場にも注文はある。そろそろ入金されるはずやから、その金持ってきっちり返しますわ。ほなまた後で。まあでもちゃんと返す見込みはありそうだね。時間を置いてまたここに来てみよう。だね、時間を置いてから来てみるか。